馬場伸幸さん、日本の維新の会代表、独占激アカ。いや、まあちょっと立憲とねやってる、ね、だからね、ここね、馬場さんがしきりに言ってたんですけど、はい、立憲と共闘っていうふうに新聞なんかメディアは書くと、はい、共闘じゃないんだよと、はい、協調だと、はい、8項目だけについての協調なんでそれがうまくいかないからすぐやめんだと、はい、共闘だともうやめたいぐらいだぐらいの感じで言ってるんですけど、はい、共闘じゃないんだということをしきりに言ってますよ。8項目にあたる限定的な協調で、うん、一方あっちの立憲民主党はですね、共闘と、なんだと国民が勘違いした方がその、うん、いいから立憲としてはそういう方向に、はい、言ってるんですけど、共闘じゃないんだ、協調だと、はい、そうです。まあ、税金をね、増やすっていうか増税を岸田さんがすることに対して止めるために必死で野党がね、共同で戦ってくれるんだったら、まあ嬉しいですけど、安倍菅政権と岸田政権の最大の違いは改革マインドの有無です。岸田政権のやろうとしていることといえば増税と借金、国民のためにやるんだと豪語していますが、財務省のためだとしか思えない。財務省が喜ぶ大きな土地庫を作ろうとしている、身を切る改革や国会改革を推し進める我々とは相入れません。もちろん岸田政権の全てがダメというつもりはありません。実際私もですね、岸田総理と何度かお会いして出席も一緒させていただいたことがあると。で、総理はですね、15分で帰ると言ってたんだけど、お酒飲み出したらですね、2時間以上いたっていうんですね。酒好きなんですね。いやいや、議論したかったって言ってあげてくださいそうか、親睦を深めたかったっていう、ね、なるほどね。でも酒好きで有名ですからねそうそう、酒なら負けないって言ってますから。そうそうそう、それはイ・ジョンソル大統領ともですね、だけでは負けない。立憲はまた憲法審査会に出るって言ったのにまたこの前出てこなくて、はい、で次に来た時にですね、いきなりですね、立憲と共産はですね、その幹事校に来た時に慣例ではなと能書きを垂れるので、私はぶち切れました。ちょっと待ってくださいと、まず謝るのが筋ちゃいますかと、皆さん忙しい中日程やりくりして集まったのに、前回オタクらが来なかったせいで幹事校につる流れてしまったんですよ。それを何も悪いと思ってないんですか。まず謝るのが人として筋でしょう。怒りが収まらない私はその日の記者会見で立憲に対してサボり癖が出てきた、ろくでもない政党だと、うん、そしたらそれに過剰反応した泉さんは、維新はすぐに与党の誘いに乗ってしまう、両馬場では与党が走りやすいだけ、馬場さんには大馬場であってもらいたい。しかし、うまくないんだよ。競馬に詳しい方が教えてくれたのですが、実は馬は重馬場の方が走りやすいそうなんです。芝のコースは足が滑って走りにくい。一方、重馬場はダートなので、足がスッと入ってスッと抜けるため、馬にとっては走りやすい。なるほど。私は競馬には詳しくないのですが、泉さんの真意は、馬場をもっと走れということなのかもしれませんって笑ってますよ。いや、うまいこと言ったなと思ったらこういうことだったんですね。そう、僕も競馬知らないから、分かんないけど、これ聞いてなるほどと思いましたけど、ね、ダメです。泉は何やってもダメですね。ダメだね。本当に何やってもダメです、ね、うん。ジョークも面白くないしな。そうそう。ジョーク言うならもっと面白いジョーク言えと。いや、そうなんですよ。はい。皮肉も下手です。そう、だから、まあ、かわいそうっちゃかわいそうなんだけど、委員長に祭り上げられて。はい。ね、まあ、そうですね、うん、で周り固めてるのはもう振る手ばっかりじゃない。そうですね。そうでしょ。 でもまあ本当使えない、ね、うん、もうどっかで、まあ、昔の名前で出ていますみたいな人ばっかりなんだから、やりづらいのはやりづらいでしょうけど、はい、それにしてもやっぱりその、なんだろう、その野党第一党の党首としての力量はないね、うん、ないですね、あの人はね、はっきり言ってね、まだ ね、まあ、それはもちろんこれから勉強して、はい、そういう、力をつけるかもしれないけど、現在ただいまはないですね、あの人ね、はい、その中では、まあ、野田さんは評価していて、野田さんとは実は追悼演説の 2,3 週間前に会食した。その席でですね、追悼演説、野田さんのお立場もあるでしょうからなかなか大変ですねと言ったら、そうなんですと。その時野田さんはですね、こういうことをおっしゃった。私は難しい文章を書くとき、お酒をかなり飲んでから書く方が筆が進むんです。今日はその日にしようかなと思っているんですよと。それならどんどん飲んでくださいと勧めてしまったのですが、素晴らしい追悼文の基礎はあの晩にできたのかと思ってます。で、演説が終わった後ですぐに野田さんに、今日は本当に素晴らしい演説でした。勉強になりました。ありがとうございますというメールを送ったら、後日野田さんからいろいろな人からお褒めのメールをいただいたけど、一番に来たのは馬場さんでしたと言われ、とても光栄でした。このぐらいの、なんていうかな、人間的な、その、
付き合いをしてほしいよな。もうちょっとね、馬場さんのね話で驚いたのはね、はい、その特別委員会なんですけどね、はい、衆議院だけで特別委員会が9つあって、年に1回ぐらいしか議論しない委員会や、ひどいものだと1回も議論しないものもあると、うん、何のためになるかというと、野党にポストを渡すためですと。委員長につけて大臣気分を味わわせてあげるなど、自民党の野党対策で存在させているようなものですなるほど。でね、委員長はですね、国会開会中、委員会開催の有無にかかわらず、土曜日も日曜日も1日6000円の日当が毎日支給されると。うわあ、ひどいな、ね、しかも、だから国会の会期150日やりますから90万円何もしなくてももらえると。しかも委員長専用車と委員長室、仕事がないのに専門の職員までつくと、うん、何なのこれは、ね、こういうのもすぐやめてほしいね。いやもうだから、こういうね、実はお金って本当余ってる説っていうのが、うん、まあ、高橋おじさんとかも言ってるし、渡瀬優也さんなんて言ってるんですけど、うん、もう国の中には官僚についてるもんと政治家についてるジャブジャブの予算がすごく余ってるんですよね。蓮舫が言ったようにさ、はい、ここら辺もちゃんとやればいいのか、そう出てきたのに。そうです、はい、だからもうどんどんこういうのを削っていって減税してほしいんですよ本当に、うん、はい、維新の会では報酬をカットしてプールし、被災地などに支援金として送る活動を行っていますと、ね、偉いですよ維新は、はい、自民党維新では1日6000円の委員長手当を廃止する方向で一致しました。維新の会では報酬をカットしてプールし、被災地などで支援金として送る活動を行っていますが、累計で3億円を超えました。改革反対派からはそんな90万ぐらいでとか、年間100兆円の予算の中で3億なんか大したことないなどと批判を浴びるのですが、そうした人たちに、ならあなたのお金で90万円手当払ってください、大したことない額なんでしょうと言うと黙ってしまう。そうでしょう90万はでかいですからね、うん、国民からいただいている税金だという感覚が希薄すぎます、うん、常識で考えておかしなことが多すぎる。維新がかける政策提言には、首相が年に100日は海外に行ける国会運営を謳っていますが、総理大臣や外務大臣が一日中委員会の椅子に座らせられて、予算とは全然関係のない質疑に付き合わされることが国益にかなっているとは到底思えません。その通りですね、本当そうだよね、はい、うん、林外務大臣のその G20 欠席も立憲は批判してましたけど、はい、もう改革してほしいよねそういうことは。まあ今度の選挙で議員の総数を現在の400から600にすることが、まあ維新の目標だって言うんですけど、うん、そのあれですよ、立憲は地方組織がもう何にもないに等しいっていうか弱いから、はい、これで維新がですね地方組織をがっちり、もし分かりませんよこれ、まあ、今からの選挙だから固めたらですね、これ本当逆転しちゃいますよこれ、野党第一党は。そうですね、うん、それを早く言ってほしいですね、うん、意味がない野党ですから、ね、意味がないんだよな、はい、本当に、本当に、はい、無駄ですよ本当、うん、まあ、本当に彼らが税金でいやいや本当なんか存在意義がないですからね、うん、維新でやっぱ税金を下げるとか、うん、小さい政府にするとか無駄遣いをちゃんとチェックするような政党が日本はできなきゃいけないと思いますよ、うん、そうなんだよ、はい、やっぱ政府はでかくなりますからね、うん、ほっといたら。今日の発言なんか、あれなんか追及なんかでさ、党内から何の声も出ないっていうのもおかしいよね、うん、うん、ちょっとこれおかしいんじゃないのっていう声が党内から出てきていいはずなんだけど、小西をヒーローに祭り上げてるの方がおかしいよほど。